はい、皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今日はジンさんのアップデートです。ということで、まずはハトクマチャンネルの登録から何卒よろしくお願いいたします。まあ、ジンさんといえば、筋トレ界隈で超がつくね、有名人。そして、日本人 IFBB プロメンズフィジーク選手として、今年も8月28日に行われる東京プロっていうね、大会に出る予定で今減量を進められておりますと。で、まあ、ジンさんといえば、昨年もね、この東京プロには出ました。そしてその前で言うと、ジャパンプロというところでプロデビューをしました。プロ戦はすべて日本。プロになったのも日本という形なんですが、まあ、去年の東京プロはね、本当に、まあ、うわーってなったよね。だって、日本人の中から、もうオリンピアが生まれる、オリンピア出場選手が出るという大会が東京プロだったわけですよ。で、それまでメンズフィジーク選手のオリンピア出場選手っていなかったんだよね。いなかった中で一人目が生まれるから。で、かつ日本のメンズフィジーク選手がこぞって集まるから、もう日本人最強決定戦だみたいなことも言われたわけですよ。そんな中で、ジンさんは登場されて5位という結果で終えました。まあ、もちろんすごいんだよ、トップ5っていうのはね。ただ、まあ、優勝すればオリンピア、日本人最強決定戦とかいろんなところがある中で、もちろん満足のいく結果ではなかったと。それは自身のインスタグラムだったりとか、YouTube だったりでね、発信されていたと思います。あとはまあ、パフォーマンス的にも、体がつっちゃったりとか、まあ、その 100% ではなかったというところはおっしゃってましたと。まあ、ハトクマも実際会場に行って見てたんですけれども、まあ、結構ね、なんか、体が辛そうだったんですよね。これとか、隣はプロデビューした時とね、右がその東京プロなんですけど、顔を見ると、左はめっちゃ笑顔バッチリじゃないですか。でも右の方はちょっとこう、辛そう。引きつってるようにも見えると。まあ、いうところで、まあ、なんか体調的にも、あまりね、こう、万全な状態では去年はなかったのかなというところで、まあ、今年はね、万全な状態で臨まれるというところで、まあ、そこ楽しみなポイントの一つなんですけれども、まあ、体的にもね、だから、まあ、もう一回この去年のね、画像ですけれども、まあ、張りっていうところもね、やっぱ、隣の写真の方が、まあ、筋肉の張り、皮膚の張りっていうのがなんか、あるように見えるじゃないですか。まあ、これは、写真の撮り方とか、画質とか、まあ、オイルとか、もうライトの当たり方とか、まあ、そういうので、また変わりますけれども、まあ、お腹周りを見てもね、よりこう、しっかりとくっきり筋肉の形っていうのが現れているのが、まあ、去年よりは、まあ、プロデビューの時だったのかなっていう気はしましたが、まあ、そんな中で、まあ、ジンさん、これが直近のアップデート画像でございますと。大会2ヶ月前というところで、フロントダブルバイをされておりますと。まあ、相変わらず綺麗なね、もうかっけえ筋肉してるなって思うんですが、この2頭のね、このピークっていうか形のデカさ。まあ、ジンさんの強みといえば、まあ、この腕の太さ。そして何と言っても、このさ、胸を見てよ。ストリエーションがバツッと入ってるわけですよ。こんなさ、胸のところにさ、線がバチバチッと入るなんて、まあ、大胸筋のね、この上部の強さを物語ってるわけですよ。この胸の上の方からボコンと丸みがある。この胸っていうのは、やっぱり、すごい武器だと思いますと。下の方がでかい選手っていっぱいいるけど、やっぱり上が潰れて見えてしまって、胸全体が弱く見えちゃうっていう選手も結構多いと思うんですよね。そんな中で、やっぱこの丸みっていうのは、もう絶対武器になるし、この T シェイプだったりとか持っている人っていうのはそんなにいないと思うので、まあ、この辺はジンさんの才能ですよね。まあ、努力プラス才能ですよね。特に今回も日本の選手が多くなると思うので、日本人でこういう体格の人っていないと思うんですよね。なので、まあ、審査員が見て、おっと思わせる、その引きつけるっていうところはまず一つ取れるんじゃないかなっていうところで、ハトクマは期待しておりますと。で、まあ、コンディションですよ。気になるコンディションなんですが、まあ、これは左側、昨年の東京プロの、まあ、ほぼ2ヶ月前っていうか、まあ、これ左と右ほぼ同じ期間ですと。で、右は今年ですね。で、これで見たときに、左が少し見にくいところはあるんですが、お腹周りとかを見ると、今年の方が絞れてきてるんじゃないかなと思います。胸とかね、他の部位を見ても、よりこう筋肉の輪郭っていうのがすでにはっきりとしているのは今年なんじゃないかなと思います。しかもまあ左の写真の方がなんだったら、ちょっと東京プロに近づいてる時だからね。だから、まあ本当に絞りが早いっていうのがもう分かりきってるんじゃないかなって思います。
大会1ヶ月前ぐらいの写真とね、まあさすがにそこまでいくと絞りの差っていうのはさ、やっぱどうしても出てきちゃう。だってまあ2ヶ月前と1ヶ月前だからさ、まあそれ全然違うって話なんですけど、それでも見ても、まあお腹周りとかは、もともとその腹筋っていうところがね、ジンさん少し薄く見えやすい。あんまりこうボコ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 っとしているような腹筋ではないと思うんですが、ここはだから腹筋の強化っていうのがされてるのかなっていう風な気はしましたと。で、あとはまあ、背中ですね。バックポーズはジンさん自身も変わったっていうような認識でいるみたいですが、左は東京プロ。右は、今回のアップデート写真ですね。まあ、絞りはね、一旦置いといてください。大会のものと比べてるので、まあ、それは違うというところなので、あれなんですが、より右の方が筋肉一つ一つのメリハリっていうのがついてきているように見えるんですよね。なので、この辺はさらに、こう、絞りが進んでステージに立った時に、よりこう、ボッコボコな、こう、凹凸感のある背中。ジンさんもともと背中の真ん中の厚みがすごいので、立体的な背中には見えやすいと思うんですが、よりこう、筋肉の、一つ一つ形が浮き出ることによる、凹凸感というところもバックポーズで出てくるというところが、まあ、楽しみですねということで、まあ、とにかくですね、まあ、カネキンさんもすんごい体されてます、やばいですと。他の選手たちも皆さんインプルーブ、まあ、進化されてきてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そんなところで、まあ、このジンさんですね、やっぱりまあ知名度的にも注目度はえげつないと思います。カネキンさん、ジンさん、この、まあ、二大巨頭じゃないけどさ、ここの注目度っていうのがやっぱどうしてもやばくなっちゃうというところで、まあ、最近はねこの二人のちょっとこういい意味の天心選手とタケル選手、まあ、それが例えとして合ってるかわからないけど、そこの、なんかこう、バチッとした感じみたいなの、ところもあってさ、まあ、とにかく、あとですね、2ヶ月ないぐらいで、この体からさらにバキバキになったジンさんが出てくるというところで、楽しみだよねって、まあ、その一言につきますと。ちょっと最後ね、今週末、まあ、明日、明後日で、また海外でね、プロのボディービル大会行われます。オーランドプロっていうね、フロリダの大会なんだけど、メンツがえぐいので話しますと。で、IFBB プロの公式サイトに出場リストがアップされていたので、まあ、その順番に上から順で鳩熊が注目している選手を、最後ね、皆さんと一緒に見て終わりたいと思います。まず一人目は、トニオ・バートンですね。昨年ミスターオリンピアボディービル212に出た彼ですが、その後からオープンに転向して、今年はオープンにばっか出ておりますが、もう毎大会ね、こうトップ5に入るような戦績を収めていて、まあ、オリンピア、オープンで出る日も近いんじゃないかなという選手でございますと。ボディービル212から来てるから、やっぱり筋肉の丸みだったりとか、上下のバランスだったりとか、全体的なアウトラインの美しさっていうのがオープンの他の選手よりも目立っているかなっていうところと、まあ、コンディションの作り方がね、やっぱり体重制限あるところで戦ってきた選手なので、結構バチッと絞り切るっていうところが上手いのかなっていう印象があります。まあ、そのトニオ・バートン、あとはマックス・チャールズ。マックス・チャールズですね、毎大会こうトップ3に入る時もあったりして、オリンピアあと一歩というところでございます。まあポイントでね、なんか出れそうな気もするんですけど、こんだけ大会出てるとね、まあ、マックス・チャールズも出てきます。この三頭筋やばいよね。なんでこんな張り出てるのって思うんだけど、この腕の太さと、まあ、ウエストのね、このタイトに締まっている感じっていう美しさっていうところがね、マックス・チャールズは武器の一つかなと思うので、マックスも期待でございます。そして、フィル・クラハールという選手でございます。彼は40後半かな？まあ、それぐらいの選手なんですよ。ただまあね、やっぱだから若い選手ではないから、張りとかは若い選手の方がどうしてもあるけど、このデカさですよ。背中の広がりとか、腕の太さとか、この辺はね、年齢を感じさせない。Age is just a number っていうね、言葉あると思うんですけど、本当にそれを感じさせるような、もう選手でございます。彼も楽しみ。あとは、ジョナス・ジアトラスという、この前の、ハサン・ムスタファがね、優勝したプエルトリコプロっていう大会で、3位に入りました。プロデビューで3位に入りました。ま、筋肉量的にはそこまである選手ではないので、まあ、オープン選手と並んだ時にそのサイズ負けっていうのがどうしてもね、出てきてしまうかもしれませんが、この足のね、この岩のようなゴツゴツした感じとか、コンディションの作り方っていうのがプエルトリコプロでは目立っていたので、まあ、今回も期待したいと思います。あとは、ジェイソン・ロエっていう選手がいますと。で、この人は面白いんだけど、クラシックフィジークでプロになりました。で、クラシックの大会でも優勝して、クラシックフィジークでこれオリンピア出ました。で、ボディービル212でもオリンピアに出てます。で、今、オープンに転向してますと。なので、もしオープンでもオリンピアに出るってことがあれば、多分史上初の3カテゴリーでのオリンピア出場選手になるんじゃないかなと思います。まあ、この選手も、まあ、さっき最初に紹介したトニオ・バートンと同じで、まあ、非常に
こうアウトライン、特にこの人の場合は上半身の逆三角形の見た目、この美しさっていうところだったりとか、まあ、筋肉一つ一つの丸み、コンディション作りっていうところが、まあ、素晴らしいところじゃないかなと思います。ただまあ今回の大会に関しては、マスモンスターと言われるね、こちらハサン・ムスタファがまた出てきますと。まあ、本来はね、こっちがメインの大会だったのかな。最初に出るって発表したのがこれだった気がするんですけれども、まあこういう選手がいるので、まあ、ちょっとサイズ負けというところで、まあ、コンディションは多分ね、このジェイソンとかトニオ・バートンの方が、ハサン・ムスタファよりね、バリッと絞ってくるんじゃないかなとは思うんですが、ただそれを上回りすぎるサイズ差っていうところがもし、まあ、出てきてしまうと、まあ、オープンだとどう見えるかなっていうね、まあ、その辺はでも、注目、楽しみなところかなって思います。まあ、ハサン・ムスタファ相変わらずでかいですと、今大会出場選手の中でもまた一番でかいとは思います。このサイドチェストとかもうわかんない、わけわかんないでしょっていうね、本当にもう岩みたいなね、重戦車っつうかロケランみたいな体してるのがハサン・ムスタファですが、だからまあコンディションだったりとか、まあそういったところを VS、まあ巨大すぎるマスモンスターですよね。まあそういったところで、まあどういう勝負になるかなって、ジャッジがどういう風に評価するかなっていうところは、意外とまあ注目なところなんじゃないかなと思います。で、最後がアンドレア・プレスティですね。なんといっても彼の場合はこの広背筋ですね。広背筋の広がりが凄まじいと。まあその、ボコボコ感っていう凹凸感なところはあまり出ない選手なんですが、広がりがとにかくエグいという選手なので、彼も注目ですということで、明日、明後日はですね、オーランドプロが行われますので、こちらもぜひ皆様、注目いただければと思います。今日紹介した選手のインスタグラムは全部ね、概要欄に貼ってあるので、皆さんがね、うわ、こいつかっけえなって思った人がいたら、そこからぜひ見てね、フォローいただきまして、その選手を追っていただければと思います。また皆さんがね、この人ね、注目してるよっていう人がいたら、コメント欄で教えてください。ということで本日の動画はこちらで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価お願いいたします。またガイドライン設けてはおりますが、コメントの記入も何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で皆様お会いいたしましょう。それではバイチャ。